はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイナルファンタジー5ピクセルリマスター、前回ここの北の山でバハムートを手に入れたので、あとやり残したことといえば特にそんなないかな。ジャンプてか、いや人々減ってんじゃねえかよ。蘇らせよ、アレイズ。どうしよう、煙玉でいいや。ゼニはちょっともったいない、こいつらごときに。バッツを置いて逃げる。お前は空からついてきてくれ。このままムエ行っちゃって大丈夫かな。まあ、まずはちょっと飛宮艇をところに戻らないといけないんで、ここだよね、タイクーン城があったとこ。蜃気楼の街での買い物も多分大丈夫。サンゴの指輪も4つ買ったしね。もう思い残すことはないかな。いや、あった、あれだ、オーディン取ってねえや。そういえばリヴァイアさんバハムート取ったけど、オーディンの存在を忘れていた。ちょっとオーディンどこだ。ここがビッグブリッジでしょ。だからこっちの方で、ここが城だからここだ。ジャコールの洞窟からガラフの城の地下がつながっているんで、そっからオーディンのところへ向かいます。まあ、まずは寝る。減ってたからね、いろいろフェニックスの塔で消耗した。でジャコールの洞窟自体は第一世界で、まあ、一回来たっちゃ来たんだけど、変わってるかな。ナッツイーター、なんか特に変わってなさそうだな。前歯5。おいそういやこいつあれ装備してたな。こいつは普通に殴りでいいや。殴ってモノマネでいけるでしょう。じゃあ敵は変わってなさそうなんで、ちょっと侵入するところまでカットします。ではこっから登って、侵入、裏側ですね。でここは石像しか出てこないんで、石像5体か。そういえばレベル5ですがないな。せっかくだから金の針祭りでもやるか。金の針で倒せるよっていう。あ、アイテムこっちか。アイテムセットしてないかと思った。モーションが速くなってるからいいよね。普通のスーファミ版だと結構長いモーションだから面倒くさかった気がする。まあ、これはこれで確かに時間はかかるんだけど、それでも短縮されてる。金の針5個使ってるからそんないっぱい持ってないな。レベル5です。セットだけしておく。青魔法、確かにアビリティポイント8は結構美味しいからね。ちょっとファリスが時空じゃなくて一旦青魔法にしておこう、石像用に。もう何回戦闘するかはちょっと分かんないけど、で青魔法で、レベル5です。全然青魔法覚えてねえな。ホワイトウィンドはちょっと欲しいな。今リフレクトリングそういや装備してるから、ケアルガで回復ができないんだよね。そうなった時に別の回復手段を用意しておかなきゃいけないんだけど、ホワイトウィンドウがあるとだいぶ楽で、これがオーディンなんだけど、どうすんだよバッツ竜騎士だけどいいの。何装備してる。ホーリーランス。リフレクトリングはさすがに斬鉄剣返せないっしょ。だから火力を高めるカイザーナックルで、でレナはまあ白魔法でいいかな。賢者の杖リフレクトリングがだから守りにしとこう。で こいつも守りでいった。でクルルモノマネ守り、何で攻めればいいんだ。ファリス青魔法を、うん、軸か黒魔法か、ちょっと軸にしよう。これでちょっとやってみますか。私を倒しに来た、お前の相手をしてる暇はない、1分だけ時間をやろう。1分過ぎたら容赦なく切る。1分で斬鉄剣が来るのか、もう忘れちゃった。でちょっと電撃しよう。まずは
地区、ここ平質画だな。で城の方で氷でジャンプ、氷でいくつ当たるかな。ガー回復された、やべえ。てかバッツも氷ランスだよ。てか暫定付け使ってきてんじゃねえか普通に。いくつ食らう、ガー死ぬちょ待って、これ無理だ。いや、やばいな。ファリスも死んだ。これだってさ、ジャンプ回復するよ、ほら。もう終わったわ。こいつ、バッツ何もできねえよ、だって。防御しかない。暫定付け。で、クルルが死んだでしょ、これで。やばいな。あ、生きてる。煙の場で逃げられる。ちょっと、体勢を立て直す。無理だ。55。普通の攻撃はそんなに食らわないんだ。ただもう、ゼリ投げでどうにかなる。金、金、金、金をばらまけ。無理か。普通に殺されたな。時間切れだ、出直してこい。なるほど、そういうことですか。みんな死んでんだけど、どういうことこれ。時間切れとさ、全滅がさ、一緒になったってこと。ちょ待って、これマジでどうなんの。戦闘が始まった瞬間全滅したってなりそうじゃん。何もつく、何も使えないよね、死んでるから。え、どういうことこれマジで。いや使えないです。あ、アイテムはフェニックスので蘇らせられんじゃん。レナ蘇った。まあまあ蘇らせちゃったんで、蘇らせようみんなを。これで一旦全開でしょ。で実はもう必勝法があって、魔法剣士にして、で特に何もつけるものがないけど、乱れ打ちだったら外すことがないんで、でエンハンスソードが魔法剣 OK でしょ。これで OK。 1分過ぎてどっちに切られたんだろう。で斬鉄剣一発耐えられれば全く問題ないんで、で魔法剣やって、魔法剣ブレイクで石化させるっていう。回復だけさせとく、一応ケアルガで。このモーションの間も時間は経ってるね。でバッツまで回して、乱れ打ちやれば外さないはず。ほら OK、 これが一番簡単な倒し方。なんか正攻法で倒したかったけどね、意外に強かった。てか聖なる力を吸収されたのが誤算だったな。召喚獣オーディン。というわけで、これで本当にやり残したことはないか。ちょっとジョブのポイントがもったいなかったな。20手に入ったからね。おマスターしちゃってたかな。これ何つけてたっけ、忘れたな。特になんかつけるもの、ミッド流も意味ないし、両手持ちも意味ないし。え、なんだ、何つけてた本当に。なんか困った時のゼリ投げでもつけとくか。というわけで、さっさとここから出よう。テレポ使えねえし。じゃあ外に戻ってきたんで、ちょっと一回寝よう。何城だっけ、もう名前忘れちゃった。バル城、普通に入れる。で宿屋。ハイポーションとかどうする、全然ないよね。9個しかないよ。意外に役立つからね、回復に。コテージの個数は問題ないはず。でも金もな、銭投げ用に取っておきたいからな。このまま突っ込もう。装備品はこれで大丈夫かな、とりあえず。あれ取ったっけ最後の、そういえば伝説の12の武器みたいなやつ。なんか取ってない気がする。チョコボとか、チョコボ出番が少なすぎるよな、かわいそうに。封印の間まだあるし、左上にハーブが残っていた。まずこれファイアビュートだよね、回収して。
買うかって言われたらちょっと分かんないけど、まあ一応せっかくだから全部回収はしておこう。でアポロンハープ、銀融詩人とかね、まあ確かに局所的には使い方はあるんだけど、ちょっとあんまり使ってない。風水師とかね、風水師とかも完全に落とし穴要因だからな、これ大地のベルだけだから。これで全部ですね。まあやっぱりここら辺が最後残っちゃうよね。で別にこの12の武器って取らなきゃいけないってわけじゃないんで、最悪何も取らなくても無影は迎えるんで。でもまあエクスカリバーやっぱ火力高いよね。で政宗も殺気かけがあるから、まあ、優秀な武器があるのも確か。じゃあちょっと無の方まで向かいます。それでは宮廷に乗ってここ、あれここじゃ、ここじゃないの、は入れねえ、こっちだった。だってここが入り口になってんだ、あっちのはダメな理由がわからない。あれは次元の狭間への入り口、吸い込まれてる。入れた、海があるんだ、まあ砂漠だけどね。でなんかね、ちょっと思い出したのは、こうやってなんかコントローラー押しっぱなしにするとちゃんとチェンジになってんだ、これ自動レベル上げができるっていうね、その昔そういうのがあった気がする。横にできたよね、だからその縦じゃなくて、ちょっとやばい、そんなことよりやばい。今回変えらんないのかな、コントローラー配置、ジャンプだな。いや火力高えな。ランドクローラー、あれランドクローラーってさ、普通にあそこで出てくるやつ、これ銭投げ、そういえばさ金使ってる、モノマネ違う、モノマネの銭投げじゃねえや、普通に銭投げたんだ。モノマネの銭投げだったら金使わなくて良さそうだな、今ふと思ったけど。こいつ一体こんなに苦戦するとは、さすがに逃げるのはもうもったいないよ。倒した7、それなりだな。ちょっとコンフィグで見てみよう。バトルモード、スピード、メッセージ、カーソルの記憶かどうかでしょ。いやない、その前後左右に変えられる、変えられなくない、変えられないっぽいな。じゃあ無理、普通に進もう。でアンクヘッグ、ぶっちゃい投げだな。ここは金を惜しまず行こう。もう金を使う場面はそうそうないから、7万6000円しかない。いやー金ねえわ、すげえ、こんなに金なかったっけ。ギルガメであれだけ稼いだと思ったら一瞬にしてなくなったな。ちょっと待って、そうすると煙玉で逃げよう。さよなら。ランドクローラーは倒すのに時間かかるからね。でちょいちょい中ボスが出てくるんだけど、千年の間次元の狭間に封じられしまうもの。あ、全員出てきた。エクスデスは無の力を解き放つ。エクスデスって、まあ一応エクスデス様ではないんだ、そこまで従っているわけではない。お前たちに邪魔はさせん。パッパッパパッパッパは受け継がれている。で宝を回収していこう。ハイドラメテオ、すげえダンスだよ。レベル4グラビガは誰も決心出た。で龍剣、ようやくレベル2か。でも龍騎士はそんなないからね、レベル3とかで終わるから。エーテル
さあ、銭投げだな。やはり頼れるべきは銭投げ。ちょっと1回でどれだけ使うか確認しよう。72000、1万円は使ってない。72000か。銭投げ。何、死ななかった。レベルチェッカーが。メテオは1人になると、まあ集中して当たるからね。72000が、あ、そんなに使ってなくない？金1000円手に入ったから3000くらい投げたの。そんなもん。だったら防御、銭投げ、防御、死んだ。66000、減ったな。あ、敵が3体いたからか。1体につきいくらとかなのか。ちょっと銭投げのシステムが分かんない。銭投げ効かない敵とかもいるじゃん。なんで効かないのとかも全然分かんないからね。で、こっちは戻ってくるとこだから右だな。これ2人の時はちょっともう1回投げちゃうね。2回投げるのは確かに結構無駄な気がする。うわ、減る。5000くらい減ってるわ。これあれ、左どうやっていくの。あ、別にこれ戻ってくるとかじゃないんだ。どっちもいけるわ。で、真ん中は意味ないよっていう、そういう話で。ミニマップがあるからさ、ちょっと先が見えるのがいいよね。全投げで倒せないからもう一発投げるよね。いや、レベルチェッカーは結構金の無駄になるな。5万になった。ブラッドソード、ここにあるんだ。ブラッドソードってさ、そういえば乱れ打ちやれば、乱れ打ちは確か必中なはずなんで、いや、金が尽きるまで金を投げよう。金がなくなったら煙玉だな。レベル上げにもなるからね、敵を倒すってことは。逃げてばかりでは強くならない。で、ボス戦でもそういえば銭投げ最悪使いたいから、ちょっとやっぱり節約しよう。で、ここは蜃気楼の町、時が止まっている状態です。で、敵は出ないのかな。ここにね、回復の壺がある。意味が少しわかる。ここで回復、黒チョコボがいるんだけど、なぜ、いつの状態で時が止まってるんだ。だって黒チョコボって迷い込んだんでしょ。で、その時の状態で時が止まったってこと。で、ここはまた長老の森っぽいとこ。敵が変わっているな。召喚やっぱつけるか。そうするとバハムートだな。召喚覚えてるのはファリスか。ファリスの時空を召喚にすればいいんだ。で、ちょっと待って、金の神飾りは装備してるよね。 OK、 よし、これでバハムート打っていけばいいんだ。で、バハムート一発で一掃できればいいんだけど、まあ、ちょっと試してみよう。500とかめちゃくちゃ食らうんだけど、後ろにいるのに。で、バハムート。で、モノマネ。これでいかがでしょうか。メガフレア、かっこいい。倒せねえ。おい、レナの真似してるやんけ。余計なことを。くそ、治った。リバヤ様じゃん。大解消、大解消、勝負漢字が難しい。5000とかこっちの方が強いんだけど、だ、弱点か何かだったのかな。理由がわからん。え、だってウィザードロッド別に装備してないしね。癒しの杖だし、まあいいか、きっと弱点だったんだろうな。
そう思う。ってことはじゃあ防御、これハードヒット先に食らうとめんどくさいな。しかも結構なダメージだし、死ぬぞこれ。で召喚のリヴァイアさんで防御、あともうこれでオートで回していこう。リヴァイアさんの出番があるとは思わなかった。バハムートあればもうリヴァイアさんいらなくねってちょっと思ったけど、そんなことはなかった。しっかり活躍の場が残されている。で、あの下の宝箱取りたいな。パリスがちょっとやっぱり遅いな。ってことはあれだな、例によってエルベスの靴だ。クルルがもうそろそろたまる。で、守りの指輪をエルメスにして、これで OK でしょう。これさ、左側から行くんじゃない、もしかして。リボン、お早い早い早い。ただ敵が変わったから、もしかしたらリヴァイアさんで倒せないかもしれない。いやー、倒せないわ。早いでも。いや、エルメスの靴めちゃくちゃ優秀だな。さっきさ、オーディンと戦うときエルメスの靴つけとけばよかったんだよ。で、モノマネ取得した。オッケーです。クルルちゃん、何やってたっけ、忘れちゃったよ。忍者が3になってるの、文句もそれなりなんだよね。さてさてさて、何にしようかな。まあ、とりあえず文句にしておこう。文句で、なんか特にって感じだから、文句で盗めるようにしとく。なんとなく。げえ、あの、盗賊の腕は装備できねえじゃん。まあいいや。しかも僕後ろになってるし。エンハンスソード、で、これで倒せないから。で、そうするとじゃあその弱点じゃなければ2000いくつだから、そう考えると弱。バハムトの方が強いのか。そのリリスのロット、どっから行くんだこれ。宝箱結局取んなかったな。そういう感じ。なんか出てきたし。森に囲まれて静かにお眠り、永遠に。ちょっと回復してないんですけど。リフレク貼ってきた。じゃあ召喚だな。オーディンは何気にグングニルがそれなりに、斬鉄剣じゃなくて、斬鉄剣効かないときにグングニルになるんじゃないの、そういうシステムじゃないの。ちょっとディスプレイかけよう。900か、結構食らうな。剥がすとさ、貼ってくるかな、また。先にちょっと回復だな。ストップ。まあいい、クルルは弱いから。で、ちょっと一回ライブラかけよう。ライブラかけて、別に黒魔法がないからあんまり弱点持ってないんだよね。レベル60はめちゃくちゃ高い。弱点は特にない。じゃあバハムート。てか、ファリスのマジックパーが意外にやばい。2000か。3000超えてほしいんだけどな。これはイタチごっこだな。リフレクト、ディスペルの。その間にファリスがメガフレアでダメージを与える。あとジャンプ。ディスペルでもかければリフレク貼り直してくれるから、それで行動を制限できる。どうでしょうか。あと何回打てるメガフレア。いくつ減るんだ今。50、17、もう全然足んねえわ。マジックパーが足りなすぎる。エーテルって40くらいだっけ。一発分だな、そうすると。で、まあオールドか。ホーリー効く、貼られる前に一発。3900強い。やっぱホーリー強い。
まあ、バハムトは敵全体っていうのがあるけど、だったらフレアの方が単体だったら効くんじゃないか。倒した。だったらパリスも普通にホーリーでよくない？今思ったけど。あ、でもレナは多分賢者の杖装備してるからホーリーの威力が高いのか。そうだな、割と満身創痍なんだけど。一回エーテル、エーテルの数が少ない。まあ、最悪エリクサ使えばいいんだけど。で、ここの洞窟はリカオン、しかもバックアタック42、噛みつき287で召喚の、まあ、バフムトがやっぱり安定だな。そうすると弱点つけないってなると、これで一掃できればいいんだけど。あ、倒せる倒せる倒せる。てか金の髪飾り使ってこれだけ減るってことは、バハムトいくつなのマジで。66とかマジか。エーテル1個じゃ足りねえんだけど。いや、今金の髪飾り装備してるから大丈夫なんだけど、それ抜かしたらさ。てかこれ右行けない？滝の裏行けねえか。だってバックアタックばっかなんだよ。ドラゴングレイトだったら強そうだし。炎、アチェ、ゲッツェ。で、絶対これあのドラゴン倒せないよ。2人は確かに死ぬ。戦う。ガーッ、強っ。マジックパーナイス。気あるか。レイツでケチったかな。違う違う、白黒魔にしちゃったからだ。ホーリーいけるか。いける。ホーリーじゃコスパいいな。でこいつのホーリーが3000。やばいやばいやばい、火力が高い。地震やばい。マジか、レナ死んだぞこれ。蘇らせるのは蘇ら、あ、アレイズも使えなくなってる。無理だと判断したら逃げたい。火炎放射、こいつそんなの使ってくるの。クリティカルが強いんだけど。倒した。え、やばくないか。こいつ回復させて、もうマジックパワーがマジでない。エリクサ投入しよう。でもここね、あれがあったはずなんだよね、回復の結界が。産後の指輪、産後の指輪ここで1個手に入るじゃん。オカルト、ちょっと逃げ回ろう。あれ、煙で守ってるっていなかったっけ。ちょっと待って、逃げるなってねし。カウンターが発動した。めんどくせえ。ああ、あった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 。もういいや、盗むじゃなくて煙玉にしよう。で、固定じゃ44個、大丈夫でしょう、これだけあれば。で、ちょっと一回中断して、オートセーブがかかるからいいっちゃいいんだけど。あ、動いていねえんだけど、こいつ親切になってる。オメガで、どうするのかっていうと、すぐ死にしよう。いや、すぐ死ぬわ。一発で死んだっていう感じです。まあ、オメガもね、やっぱ最終的には倒していきたい。多分最後オメガ倒して動画は終わるかなっていう感じです。あ、こっからになってるね。オートセーブがかかってるから。オメガ動かなくなったのはいいね。あの、ここでちょっと動き、ま、動いてんじゃねえかよ動きがめちゃくちゃ緩慢になってんな。その代わり、もともともうちょっと動いてたよね。まあそこは親切なってんのかなでも普通最初さ、何も知らないとさ、絶対気になるよね、なんだこいつって言って。まあそのためのセーブポイントだと思うんだけど。まあとりあえず今回はここで終了したいと思います。次回はこの先進んでいきます。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価していただけると嬉しいです。